追加法とは、元からあった法令を補うために追加された法令を、指す。日本法制史では御成敗式目を基本として、追加された鎌倉幕府、室町幕府の単行法令及びそれに準ずるものを、指す。御成敗式目を制定した鎌倉幕府第三大執権、法条安時は、書状の中で、式目の中で規定が漏れているものについては追って、差し加えることを述べており、 制定当初から、不備や追加すべき項目が発生した場合には、追加法を定めることを前提としていた。当初は、式目の開廃、修正、追加を意図した、単行法令を指して、式目追加もしくは単に、追加と呼ばれていたが、後には一括して示された複数の条文からなる、法令、さらには、幕府から、担当部業や六原単大などに示された、個別の指示や、 具体的案件に対する判断例、さらには個々の奉行の家で必要な法令、指示、判例などを収めたと見られる追加集と呼ばれる資料までが追加法として扱われるようになっていった。そのため、御成敗式目の本文と違って、日本全国の御家人に周知されない者、鎌倉や六原などの訴訟担当の奉行のみが知り得る者なども多数含まれており、 効力がが場場所時間とももに限定さされれて同一種子の追加法が繰り返し出される場合もあった特に個々の案件に関する指示、判断は、後日において、先例として部業人の判断材料とされた、可能性は高いものの、法としての拘束力はなかったとも考えられ、そうしたものまで、法と称することに対しては、異論も存在する。それでも、実際の訴訟の場において、 追加法は一定の影響を与えたため、訴訟の当事者の間では、追加法に関する情報収集が行われ、自社や初回由来の古文書に残されている場合もある。室町幕府においても、個性媒式目は依然として有効とされ、同式目に追加する形で立法が行われた。特に社会の変化によって、特性例やエリゼニ例に代表される雑務関係の方が追加されるようになり、 兼武以来追加なども編算された。なお、ここで留意すべきことは、室町幕府の追加は、鎌倉幕府の御成敗式目の追加であって、室町幕府が定めた、兼武式目の追加ではないということである。それは、兼武式目は、新しい武家政権の基本方針を定めたもので、御成敗式目の開廃などを意図したものではなく、御成敗式目は依然として、 武家政権の基本法的な立場を維持し続けたからである。ありがとうございます。